皆さんどうもドラゴン TK です。では、ね、今回も新三国無双エキスにやっていきましょう。まあ、火事当たっているかというのは一応赤壁の戦いのね2段階目ということで、まあ、やっていきましょう。敵の船がつながりましたね。まずは成功です。次にあの船団を燃やす家計の準備に取り掛かりましょう。燃やすっていくらつながってても風向きが良くなきゃ燃え広がらないんじゃ。その通りです。そこで風向きを変えるためにすごいよな。私は祈祷台へと向かいます。風向き変えるために祈祷するんやろ。それだけ変わってすごいやろ。風向きを変えるために祈祷。でも風は木の力で。無論だ。祈祷は虚偽、何の意味もない。だが心象の操作には効果がある。何どういうこと。祈祷で風を起こしたとなれば敵も我らを恐れよう。あ、そういうこと。傭兵の道は心を攻める調作。己を術師のように見せることでそれを行うのが。すごいな。諸葛亮、あれほどの人ならきっと何か解決策を。来賓。来賓、何どうしたどうした。ああ、3人いける。じゃあ行きましょう。でね、なんかね、すごそう。これより祈祷を始めます。同時に風を起こす機会を伺いますので。風を起こす機会を。敵に邪魔されぬよう攻撃を防いでください。マジで、うん、敵軍師が不穏な動きを見せている。このまま捨ておいては害となろう。ならばその企み我らが止める。そう、止めちゃう。成功させなあかんから止められたらやばいよ。8ターンの間出荷処理を防衛せよ。こちらの動き。8ターンでいいの。敵が反応したわね。放っておけば諸葛亮が危ないわ。まず祈祷所周辺の曹操軍を倒しましょう。うん、せやね。諸葛亮の敗走に注意せよ。ええ、諸葛亮殿が倒れたのは我らの負けです。せやね。ここで3つの力を使いこなせるのは彼だけ。そしてその先のことが分かるのも。諸葛亮ってほんますごいよな。でも行くところは大丈夫じゃん。いや、行きましょう。行きましょう。どうぞ。大丈夫、できましたよ。で、これで、こちらがいいね。素晴らしい。上の方でもね、いろいろやってましたんで、これ、こいつにこっちがやすい。つけ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 やすいですよね。気をっていうの、これね、口で使い勝手いいから。いきますと、ちょっと離れて53発ですから、結構ね、これ、手がついいから、ちょっとレベル上がってきてるんですよ。ここでこっちだね。あー、マジか。ほら、まあ、しゃあないね。敵は弱腰ぞ。一息に飲み込め。マジで、統一長領進軍開始する。嘘、そこする。よし、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってちょっと、長い、長いよ。ちょっと、嘘。結構、うわ、レベルが違う。あ、見せて、チャンスがあった。約束を果たしてくれ。彼の志に応えるためこの策は必ず成功させましょう。レイカもちょっと人みたいな感じになるような。最初に逃げなくていいじゃないか。で、ここやろ。お、いいね。ちょうどいいよ。ゼロテレビで。よっしゃー、いいね。で、ここでちょっとこいつだ。オッケー、ゼロ、オッケーだ。ゼロ、ゼロ、いいね。あ、ここまで。攻撃、パチッとこっち、ゼロよ。よっしゃ、攻撃でゼロよ。そっち、こいつさえ倒しておけば。うわ、そうだ、こいつさえ倒しておけば。どうか、いいね、すばらしい、すばらしい。何、情報が出てきた。策略の敵を焼き尽くさん。焼き尽くさん、焼き尽くされたら困る。お、え、何今の、え、何、トータルの光沢で、あ、アイスコーナーくやな。そうやったんや、しまった。ちょっとできるだけ早く来ないとね。自分で言うよ。敵全部やっつけてこっち行こうにしてくれないと。
人仕事燃やすつもり。嘘マジで工作兵を倒して駆け落としないと。なるほど、あいつやろ、どこ行く。あいつ、うわマジで何もんのちょっと待って、やばくやせよ。よっしゃ、おお素晴らしい。あ、なんかアップデートでインストールした。あー、ちょっと待って、アイテム、アイテムで、こいつやるか。こいつでやっとけば、いいよ。高速が結構強いな。お、2回いる。お、あかん、これあかん。で、最後、あー、いいよ。うわ、こうやべ。ここに離れて、ゼロやろ、オッケー。あー、で、あ、で、で、こいつ、やべ。どうした、イエーイ。よし、どいつだ、高速では、あー、いつか。高速では、向こう、一回読むよな。ちょっと待って。まあ、こっちは、ちょ、表面やっとくみたいな。あれどうか、なんでこんなに狭い、ちょっと待って。ちょっと待って。なんでこんなに狭い、見てくらんねんけど。あー、かんそう。で、4マス先やったかな、やったかな。いけるか、あ、いけた。なんとかいけた。オッケー、これで。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、いけた。おさい。何度か倒した。おっ、いいね。よし。ミスっていうのはな、まあ、違う、それでいいね。あ、この手どこに行く、ここ行くやろ。いやー、めっちゃバラバラとここにおるけど、一体行けんか。あ、何、あ、じゃあないよ。よっしゃ、これで OK。 よっしゃー、何度か行けた。で、これで共鳴するやろ。あ、ちょっと待てよ。こいつ共鳴でこっちにやって、そいつらをまず先やる。で、こっちでブレインに使えて、そこじゃ、あ、じゃあ、ちょっと待て、こっちの方がいいかも。 OK、ゼロやな。 OK、 こっちの方がやって、ジョコン、はい、あ、ここ、ジョコンやった、こちゃった、いいね。さあ、なんとかやけど、なんとかやけど、なに、順列に攻めたよ、攻めたよ、テレス、マジか。お、なに、あ、向こうも手がつか、水は、なんか、そうと思って、水は、よくは、好きなわけよ、笑い方だよ、笑い方、なんかさ、弱くね、弱くね、く、北部に敵援軍が到着したか、そやな、諸葛亮殿への攻撃が一層激しくなるな、なんとか防ぎきらなくては。工作部隊は全て片付いたようですね。うん、そうやね。皆さんの迅速な対応に感謝いたします。感謝された、ありがとう。成功、成功。うん、こっちで使っていく。で、じゃあこれやってからもう一度、OK、どうだろうね。 OK、 あ、気持ち悪い。あ、今日来たか、よかった。えい、ありがとう、助けした、無理でした。あ、今のこと出してない。あ、問題が、レベル上がる。そしてここでやたらすかくるかな。で、こいつの声をここ持ってきて、全員に放っておく。お、いいね、結構。あ、燃えてるわ。まあ、こいつら、あいつら、仲間やな。どこでも問題ないから、俺は。やはり曹操はあの力を使いますか。敵戦の動きに注意してください。え、敵戦、また何か来る。水辺を警戒せよ。ちょ、マジでまさかあそこに行くとかないよな。まあ、ここはキープラットと行っといて、で、こっちでもこれで行ける。こいつは下に行かせておくと、ね、出ないかな、ちょっと出ないかな。オッケー、で、腕に、あー、ちょっと待って。うん、やっぱ、無理やな。ちょっと無理やな。うん、じゃあね、なんてよ。こちら、ゴールフェイズ。こっち側まで来るかな、どうやろう。でも、まあ、左こっちに行きさせておいて、こっちに行こうね、はい、さしておく。で、あとはこちら、よーし。で、まあ、ほっぺんといて、ありがとう。はい、で、こういう風に、あ、でも、ここでやっておけば、あ、また水来た、来るかな思った。うん、なんとなく来るかな思ったよ。どこや、今度は。おお、あ、
ぱり後ろ来た来るかな思ってなんとなく長藩では逃げ切られたが今度は逃がさん、またカカオと出てきたね。登場吸収祈祷所へ直接乗り込んでくるとはその豪胆さには驚きました。このままでは風は起こせませんね。ターン7まで来てんね。ちょっと待、何祈祷所敵が吸収しただと。曹操軍の攻勢緩むところを知らんな。急ぎ諸葛亮殿のもとへ向かわねば。まあそれは知っとる。だからここに止まっとって俺はな、どうした、オールフィンだ、行こう。どうした、早く、オッケー、来た。あかんな、あとは、あいつ、待った、オッケー、ここら辺見えたところに行く。あー、お、出た、出た、ダメージです、動画ないし。オッケー、行ったよ。おー、54枚上がった。え、あとどうしたらいい、こちらに寄るからな。あそこにはさすがに猛攻兵か。オッケー、エネミーフェイズ、おらんない。オールフェイズ。木は熟しました。木は熟した。今こそ風を東南に吹かせましょう。あとは最後の仕上げをするのです。ああ、レイカの 木の力使うとか。ん、何、はい、ちょ、え、何、ああ、アニメーション来るのね一瞬止まっとったから何かな思ったわ。来たか、残る力は一つ。頼むぞ、郊外殿。なになに、郊外、熱い、熱いわ、熱いわ。死の心の死も、この曲もたぎっておるぞ。たぎっておるかやらいでか、曹操の船団を燃やし尽くしてやるわ。で、郊外はどうなる？で、郊外はどうなった今どう、勝利、いいね、いい感じでしたね。まあ、4人以上で発動する、それ無理やね、はっきり言って。どうだ、お、金が結構、来たけど星5だけか、よく来て欲しかったね大か、まあしゃあないね、そこのこと。まだ何か起こる？いや、起こらない。消火栓の中に加わる、開かれるってことでね、今回これぐらい、これぐらいにして終わりにしましょう。ではね、ご視聴ありがとうございました。一応ね、チャンネル登録とツイッターアカウントのフォローね、もしよければしてください。一応ね、概要欄のところからフォローのね、いやフォローじゃなくてツイッターのリンクね貼っておきますんで、もしよければそちらから飛んでフォローお願いいたします。ではさらば。